新刊出ます、寝たまま痩せます。3、2、1、GO! はい、膝パタパタです。膝パタパタ、あーこれは気持ちいいよね。あ、骨盤周りを動かしていくっていうのがすごい大事なんですけど、まあ、姿勢を整えたりとか、していくためにこの骨盤がやっぱり一番歪んできて体勢悪くなってきますんで、はい、骨盤ストレッチです、はい、さらにこのさっきパタパタしてた部分をぐっと上からね、膝の上に足首を置いて重さで伸ばしていきます。吸って吐いて吸って吐いて、呼吸を止めないように続けます。逆です。はい、よいしょ、逆もしっかり伸ばしていきます。吸って吐いて、これ僕いつも起きた時にあのパタパタとこの骨盤ストレッチをして、それで徐々に目覚めていくみたいな感じですね。結構楽にできるので気に入ってます。ヒップドロップです。はい、90度に膝曲げてもらって左右に倒していきます。地面すれすれまで倒して戻していきます。吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて吸って、足パタです。はい、やっぱりこの寝たままの姿勢で全部一気通貫でできるのがね、素晴らしいとこです。やっぱ30秒バージョンはね、これはこれでいいですね。なんか軽く鍛えられて軽く癒されるという感じで、吸って吐いて、片足パパです。はい、はい、片足パパ、これ左右交互にいきます。地面すれすれまで行ったら帰ってくる。吸って吐いて吸って吐いて吸って、ふう、君はこれめっちゃ内転筋に股関節の付け根にバンバンきますね。ほら30秒。最初飛ばしすぎると後で後悔します。でも30秒やからちょっと頑張ります。ふいし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 ふふ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 、好きなやつ出てきました。あー癒されます。足首をかかと突き出してつま先を突き上げて、あー太ももの裏もぐっと伸ばしながら、あーいやこれがすぐ終わるんですよね。楽な種目はすぐ終わってしまう。早い、よし、おいしょ、はあ、おいしょ、はあ、足を組み替えて片方のお尻の力でぐっと上げていきます。ふう、はあ、ふう、はあ、よいしょ、めっちゃ汗かいてきた、はあ、よいしょ、
たです。はい、ああやっとこの瞬間がやってきましたね。ああめっちゃ気持ちいいよこれ。やっぱりこう僕とかはだいぶ股関節周り硬いんですけれども、お尻の筋肉が特にね硬くなってきて、それでなかなか動きが悪くなってきますので、この動きもできるだけで構いません。痛みのない範囲でやっていきます。タイムコンプリテッド。今回の書籍の中では寝たまま痩せる運動方法だけではなく、ダイエットに成功するための秘訣、そしてマインド、心の持ち方に関しても詳しい情報を掲載しています。ぜひ成功者に習ってあなたもダイエットに成功してください。詳しくは説明欄からどうぞ。買ってね。